久保さん今回この幸千さんにしましょうか幸千幸千今あるんですよ幸千あるんです今幸千ありますねいっぱい幸千さんありがとうございますありがとうございます幸千 諭吉結構今、意味、今結構いあります。あんまり、ゆき見なくなりましたよね。もうペ、PayPay ペと僕、カード払いしかしてないんで、もう、ゆきちあんま見なくなったんですけど、久しぶりにこのゆきをね、まあまあ見てるんですけど、福田ゆき自由に、自由に物多い、自由に働き、こんな感じが難しいんですけど、ちょっと調べました。風紀風紀品線まあ、風紀っていうのは、えー、なんだ、えー 富も地位もあることで、貧、え、線、ー、っていうのは貧しくて身分が低いこと。それは本人自身が選び取った結果であるようにすべきだと。まあ、要は、なんだ、すべての選択は自分だよと。な、あの人は金持ちだとか、俺は貧乏だとか、あの人は自由に働いていいなとかね。なんかその自由に対してね。なんかその それを選んでるのは自由だしそれを選んでるのは自分だよと <laughs> 福沢諭吉さん言いますねそ,そ,それはそれは紙紙それは一万円札の一万円札の人物になる人ですよね <laughs> まあ福沢諭吉さんがここに描かれるとは思ってもいなかったんだろうけどもね一応日本円の中では一番地位が高いですね 一番ええんつのが <laughs> まあ本当ね自分の選択次第なんですよねだから結局目の前にこういう便利なものがいっぱいあるんだけどもそれを選ぶか選ばないかっていうのは久保さんはただ選んだだけなんですよねで僕はやっぱネット歴長いので正直今っていうのは本当すごい時代だなと思うんですようん,なんかパソコンもね 非常に進化しましたし、僕が大学生の時とか、フロッピーディスクでしたからね、パソコン。だから、フロッピーディスクの時のパソコンでも、ノートパソコンで50万ぐらいしたんですよ。僕が大学生の時だったかな、ノートパソコン50万ぐらいしましたよ。あの、高いやつは。うん。まあ、とはいってもこれ80万なんですけどね。<laughs> このノートパソコン80万なんですけど、今、要は、フロッピーディスクの50万のパソコンのスペック、 と、今、じゃ10万円以下で売られてるノートパソコンのスペック、どっちが高いですかっつと、今の10万円以下のノートスパソコンのスペックの方が高いんですよ。当時の50万のパソコンよりね。<laughs> てか、iPhone、すごい、神ですけどね。だから、その、で、まあ、ね、僕がネットの時は、なんだ、ADSL か。今 AD 入れ、ADSL でやってるところってあんまなくないですかほぼ光ですよね、多分。 ほぼ光回線だと思うんですけど、うん。だからそのね、ま、前は 3G 回線でしたけど、今 LTE で、今 5G 入るとこは 5G になるし、今後あと5年以内にはほ,ほとんどがもう 5G になると思うんですけど、もうすごいっすよね、環境もあるし、なんだ、あとね、昔は YouTube なかったですけど、YouTube でいろんな学びがあったりとか、うーん。 まあこれからちょっと撮るんですけど、なんかあの僕の YouTube チャンネル見ていただいてる方からすげえ長文の感想をいただいて、ちょっと今から動画撮ろうかなと思うんですけど、まあすごいいい時代ですよ。だけどそのいい時代、この、なんだけども、それを選択しないんだったら不自由であるってことですね。どれだけ文明が発達してテクノロジーが進んだとしても、もうそれを選ばない限り不自由であると。でもそれを選べば自由は行使できるよと。それを使い、倒せばね。 僕は自由であり続けるためにいろんなものを選び続けますねいろんなうんもまあスマホもね iPhone 14にはしてないですけどもまあこれ13なんですけども iPhone もあの最新のデバイスねまあまあ使うようにはしてます毎年毎年出るんで <laughs> あの僕は2年か3年にいっぺんは変えるように変えてますけどもすごいですよね本当に なんか時代つうはね、うん、でも昔その,あの健康ランド行った時におっちゃんが「スマホの何がいいんだよ?」みたいななんかねあの仲間の人になんか,なんかそのみ,みんなが喫煙所でその4人ぐらいのグループだったんですけどその3人がスマホでゲームしててスマホでゲームしながらタバコ吸ってて1人がガラケーだったんですけどその1人のおっちゃんが「 おい、スマホ面白いのかみたいな。俺はガラケーでいいんだよ。みたいな。<laughs> なんか言ってましたけど。うん。そう、だからね、ガナリさんがね、今年だったかな。その、俺ガラケーでいいんだって言ってて、頑固親父ガ、ガナリがね、いや、スマホに変えました。みたいな。<laughs> スマホに変えました。ついに行ってみて。<laughs> いや、あの人も頑固なんだけど、なんかやっぱ、素直な部分もありますよね。 まあだから、可愛いなと思いましたけどね <laughs>。すいません。スマ,スマホに買いました。みたいな <laughs>、うん。使えるんだから。あるんだから。な,かないものは使えないでしょ。スマホもなかったら使えないじゃないですか。開発できます。ジョブズになりますって話して。<laughs> あんだからな。うん。はい。いってらっしゃい。